本人だけが気づく遠回しな聞き方をするんです。本気、あのアニメめちゃめちゃ面白くない？いやさ、俺の周りにもさ、タイムラインめちゃくちゃ話題でさ。あの、お、ん、つかぬことをお聞きします。縛られるのはお好きですか？こら、直球すぎだ。そうでしたか、すみません。それならもっと回りくどく。西館と東館の動線がどうなるかわかんない。たびたびすみません。セーラー服の女の子をどうにかしたい願望はお持ちですか？戻れ。確かにさっきよりかは遠回しになったけど、なんとなくあの本の内容わかったかも。